はい、お願いします。はい、南宮寺は明治4年に解体されるんですけども、はい、まあ、それはあの非常にあの負債が大きかったものですから、はい、南宮寺を解体したものも全てまあ売却するというような格好にしたわけですけども、ちょうど中津川市に今中津川市ですね、はい、にありましたあの大仙寺というところが火災にありましてですね、そのお寺を再建するにあたって、はい、ではこの門をいただきたいということでそちらに移築されていたんですね。でも近年またそこが新しくあの建て直すということで、はい、この門扉をこっちに返してなさることになりまして、唯一残っている建物遺構ということで、この大きさがですね、あのここで見ていただくとですね、先ほどのジオラマから比べて後を見ていただくとこの南城の全体の大きさがよくわかるんじゃないかな。想像できないぐらい、これがあの小さなもんですからね、もっと大きなもんありますもんね。そうですね。で先ほどもあの漆喰が濡れていない、まあ素朴なというか質素なあのお城っていうふうにお話ししましたけども、これはあの欅の木で作ってありますので、この材料で現在家を建てようと思ったらもう不可能なんですね。だからこういったあの部材あるいは杉材にしても相当大きなものが使われていたので、あの皆さんが先ほどのジオラマを見て思われるよりは非常に現在のお金になすと高価なものだったのではないかなというふうに思います。このここではないんですけど、あのお城の礎石がね、はい、本の礎石が、はいはい、四脚門ですね、はい、四脚っていうか、はい、あの残ってるところが、ね、いくつかありましてね、そうですね、あれはあのままもともとあった、はい、あの上に建てたんでしょうね、門がね。そうですね、門はそうですね、はい、この門じゃなかったと思いますけど、はいはい、大事です。そうするとこれは江戸時代の現存ということなんですか。そういうことですね。ちょっと崩れちゃってびっくりして、よくこの状態で残ってます。そうですね。相当あの山の上にあったなら風がね、いやよく建築しましたね、あれだけの建物あの山まで持ってて、ね、車もないのに、特にあの天守に至ってはね、はい、相当高いところまであんな大きな部材を運ぶわけですから、これちょっと面白い話がありまして、これ解体するときにですね、はい、まああの下の方はね、はい、二の丸三の丸の辺は解体して買い手がつくんですけど、天守に至ってはなかなか買い手がつかないと、はい、というのは、はい、建築する時も壊す時も労力が大変なんですね。一番上のあの鉄線のあそこまでっていうね。そうです。だからあの買い上げるお金よりも解体するために人足を雇って、うん、あ、そっか、そういうことの方がすごくお金がかかって、大損をしたという、旧藩士の話が残ってます。しかもなんか部材多そうですもんね、天使、ね、これよりも ね、 そうですね、なんか柱とかいろんなものがありそう、はい、あ、そういうことだったんですね、はい、で実際天守のそのものっていうのは今あれは復元の展望台になってますけど、どっかにあるもう解体して処分しちゃった。そうです、もう当時はもう何でも売ってしまったんですね、はい、まあ、お寺とかにはねよくあの城下に行くとね、門とか結構そのまま山門になったりするケースは多いですけど、残ってたらね、見れたらいいてか買い戻せるかもしれないです ね、 今だったらね、皆さんね、復元を希望されるんですけども、ね、あの国の史跡はきちっとした図面が残っていないと、難しいの で、 ここはできませんね。じゃあ、はい、ありがとうございました、はい。